ということで、まあ、すみません、ちょっと時間が大幅に超過しましたけど、まあ、今日はですね、まあ、シャルの走行メカニズムということで、まあ、とにかく最初はタイヤにこだわった話をしたんですけれども、まあ、実際はその、物理学の同じ物理学の法則に従いながらも、それぞれ特色がある旋回メカニズムがあるんですよと、まあ、そういうことですね。それと今言ったように新しいテクノロジーの挑戦っていうのはもう絶え間なくやってるんで、皆さんぜひ一緒に参加しませんかとまあそういうことですね。まあ、それで当然大学だけではなくて、まあ、産業界が非常に日本は強いです。まあ、その強い産業界に支えられて、まあ、これだけ日本の自動車鉄道というものがあるかと、まあ、そういうことを少しでもちょっとでもですね、分かっていただければと思って今日の講義を申しました。どうもご清聴どうもありがとうございました。多分電車にも乗ったことあるだろうし、お父様お母様が運転する車にも乗ったことあると思いますので、まあ、そういう意味で車両の関係は皆さんの日常接することなので、まあ、それをですね、今日は2つの観点で志田先生に教えていただいたということになります。1つは車両のメカニズムということと、2つ目が社会的なそのつながりですね。で、今日はですね、冒頭にも申し上げましたけれども、こういうふうに模型ですねを東京メトロがお借りして、まあ、皆さんに実際に何人かはいただきますけれども、こういうメカニズムでこうちゃんと車両が流れたとかしていただきましたと、していただくことによって、まあ、分かりやすく見ることができたと思います。あとですね、今日はJTECとですね、先生のお話も出てました JTECから本をですね、ご提供いただきましたので、今日もし入られましたら少し復習も兼ねて見ていただいて、多分ベアリングって皆さん見たことなかったと思うんですよね。今日はそういう形で授業をさせていただきましたので、皆さんが勉強している物理とか化学生物とちょっと違いますけれども、こういう授業も時々あって楽しんでいただければと思います。そういうことで本当に今日はどうもありがとうございました。